3月のライオンっていう将棋のアニメあったんですけどね、それの実写版を映画館でやってるって聞いて、それ見に行ったんですけども、上映もう終わってた。はい、お疲れ様でございます。さっきアマゾンからなんか届きましたんでね、これをちょっと開封したいと思います。あれではないかなとは思ってるんですけどもね、ちょっと確信はないんで、多分ねどっちかですね。最近いろいろ注文したんで、ちょっと箱がだいぶ頑丈に梱包されておりますね。あー、こっちか。 G ミックス、ゲームミックス、ブロックパーティー。ちょっともう一回言い直します。ゲームミックス、ブロックパーティー、携帯ブロックゲーム機、ブロックパーティーへようこそ。はい、それではちょっと開封していきます。お、電池ついてる。 PSP ぐらいの大きさですかね。あ、そしてなんやこれ、シールがすでに貼るの失敗したるな。それはさておきです。早速使っていきましょう。おお、びっくりするやん、急に音出るやん。安定のメイドインチャイナですね。これを電源を入れます。ん？始まってるんか。よくわからん。そういうことか。これでゲームを選択できるみたいですね。48個のゲームが選択できます。まずは1から行ってみましょう。っていうボタンがわからん。どういうことや。ゲームオーバー、なんか死んでる。ちょっと意味がわからん。なんか回転したらブロックの形変わっていく。もうバグやん。この時点でバグやん。もう、サウンドの、はい。ちょっといきなり48のゲームをやってみたいと思います。これはシンプルやな。逆にシンプル。あ、これ普通のテトリスですね、もう。はい。こちらですね。ブロック崩し、カーレース、シューティング、他。他っていうのがこれテトリスのことですね。そしてこれ今わかったんですけども、これ18番がこういうゲームが遊べますっていうやつですね。この説明が出てくるみたいです。これがカーレースですね。これ多分ブロックゲームですね。何のアイテムも落ちてこない、シンプルですね。これおそらくシューティングゲームですね。ちょっとやってみたいと思います。お！ん？ちょっと見えるかな？もうちょっと近づけよう。ああ、これしんどいな。これ、よく見たら3列だけ壊したら、ああ、なんで死んだ今。はい。ここにね、SD みたいなやつとか、USB のマークとかついてるんですけども、一切インターフェースついてません。多分ですけどもね、こちらゲームセンターの景品ではないかと思いますね。こちらのゲームですけども、Amazon で300円ぐらいで購入できました。おそらくもう使うことはないんで、電池を抜いて片付けたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。